未知との遭遇。 X よ、あなたは一体誰なんだ。このテーマはこれは、あ、ティモシー・サッチャー、元 WWE スーパースターティモシー・サッチャーだ。まさにまだ見ぬ強豪未知との遭遇、これ大事件ですよ。すごい男がやってきた。サッチャーを見ればまだまだ世界が広いことを知るはずです。元 WWE スーパースターティモシー・サッチャーが現れました。このティモシー・サッチャー、今調べたんですが、アメリカのカリフォルニア出身です。キャリア17年、39歳、デビュー間もなくイギリスに渡りまして、英国流のテクニックを身につけまして世界のリングで活躍しました。2020年に WWE と契約しまして NXT に出場していましたが、今年の初めに退団していました。そうですね、鈴木秀樹選手と同じタイミングで WWE からリリースされたんですよね。まあ、いわゆるこのオールドスクールスタイル、このクラシックなスタイルの選手です。さあ、 GAC 王者の塩崎と向かい合いました。だから本当にそのアメリカ版の鈴木秀樹と言ってもいいかもしれない。そうかもしれませんね。そして彼も大きいんですよね。191センチ、102キロあります。さあ、バックを割っていきました。まあ、日本向けの選手というこの評価が世界では定説としてなっていますが、待望の初来日を果たしています。まあ、とにかく斉藤選手、これだけの上背がありますから、この手足も長いし、そうなんやりづらいですよね。あの手足が長くて細くてですね、グラウンドがうまいっていうのは意外と怖いんですよね。スタイル的に言うと本当ザック・セイバージュニア選手のようなね、戦い方を見せる選手ですよね。もっとここも巧みにリストを奪っていきました。ネイビーのこのショートタイツ、さあ、なかなかのこの味があります。楽しいサッチャー、例えば首の隙間とかですね、手の隙間とか、はい、やっぱりこうパワーファイターでは入れないやつにスッと入るんですよね、手が。そうですか。まあ、そういったこの隙間隙間というのをこううまく使っている、そういうスタイルと言ってもいいでしょう。このティモシー・サッチャー、ここは密着していきました。さあ、塩崎ももっとうまく足を取っていきます。さあ、足を折りたたんでいくような感じです。サッチャーは 6.12 サイバーファイトフェスにも外国人部隊の一人として出場します。おー、フォアガロです。はい、谷口選手とシングルですか。そうですね。あ、これは楽しみですね。さあ、フォアガロ弓矢が立つ。おっと、うまく体を、塩崎の体を移動させまして肩をつけていきます。ロープを振っていく。おっと、ここもねちっこきます。コブラツイストの体勢、コブラツイストです。サイバーファイトが送る年間最大のビッグイベント、サイバーファイトフェスティバル2022、要は DDT 東京女子プロレス、頑張れプロレスが大集結。元 WWE チャンピオンロブマンダムも参戦。ノア対 DDT、 両者の威信をかけた一騎打ち。佐々木大輔 VS 剣王。東京女子プロレスはトップ同士の頂上対決、坂崎由香 VS 中島翔子。次のチャレンジャーは俺だ。 GHC ヘビー級王座をかけた剛腕対決、小島さとし VS 塩崎剛。サイバーファイトフェスティバル2022はレッスルユニバースで独占生中継。そう、祭りだ。